理性者学園と夜中中学校、理性者高等学校は、大阪府と夜中市長工寺南4丁目に所在する、私立中学校、高等学校。中学校においては、他の高校への進学を目指すコースと、中高一貫教育を提供するコースを設置し、高等学校においては、他の中学から外部進学する生徒と第1学年から混合して、 クラスを編成する併設混合型中高一貫校。学校法人、理性者が運営している。なお特定の宗教を信仰しているわけではない。現在の理性者学園の創立は、1922年、大阪府福島区エビエウ上2丁目に創立された、大阪府福島商業学校であり、姉妹校として1940年、西淀川区、 カ島町神崎下半に設立された、理性者中学校が源流となっている。戦後、学生改革により、申請となるが、中学校は廃止され、1955年、理性者高等学校を大阪福島商業高校と改称する。1972年普通科を設置し、以後進学校としての道を歩めていく。1982年商業会募集停止。 1983年、創立60周年を機に、大阪福島商業高校を、理性者高等学校と改称する。1985年、理性者学園と夜中中学校を開校。2000年、中学、高校ともに、男女教学となる。高校に、国際特進コースを設置し、中学に、六カ年特進コースを、新設。 旧制理性社中学校以来の中高一貫教育が実現する。創立以来、見学の精神を理性不可思考、勤労愛好、方法違反しとしている。高校では、集約分離コース、一類、二類、普通コースが設置されている。一類では、2016年度より、高校入試成績上位者、約43名で編成される。 スーパークラスが編成されていた。放課後には、進学講座、または部活動に出席することができる。2017年4月に新校舎が完成した。社会科部や理科部、空手部などには合宿もある。鉄道研究会は、2011年度に部に格上げされた。空手部は、文化祭時に、いたわりなどの演舞を行う。 クラブ活動普通コース3類以外を対象とした、クラブ活動。対外試合を目的としたり、大阪高体連に加盟したりするものではない、強化クラブは、以下の通りで、ところぞくできるのは、高校の3類の生徒のみである。進学実績が、1990年代後半より、急激に数字の上では向上したが、学校が一部の優秀な生徒に、有名大学の入試を、 数多く受験させ、学校側が全学受験料を負担して合格実績を水増ししていたことが背景にある。このことについて学校側は2007年7月23日付の読売新聞上で経済的支援が必要な生徒への奨学金のようなもの、合格実績を上積みした認識はなく今後も続けると説明。昭和初期には 大阪の学校では珍しく、修学旅行で満州国へ行っていた。これは大東亜戦争が進むにつれ、反日運動が激化したために打ち切られることになった。ルートとしては、大阪から下関まで急行で行き、そこから船で、富山へ渡り、そこから朝鮮にて、朝鮮神宮、朝鮮総督府、南大門などの観光をして、満州へ入り、 同国の観光をするといった経路であった。これを当時は朝鮮、満州の名前から取って千万旅行と呼んでいた。1925年から1936年まで11回実施され771名の生徒が参加した。1944年、戦時下の影響により大阪府福島商業学校は廃校することとなった。 選挙区が悪化に伴い当局では、工業教育が重視され、商業学校は、工業学校に転換せよと、政府から命令があったのにもかかわらず、創立者の釜谷理事長が強固に反対したためである。これは、釜谷理事長は、戦時中でも商業は必要であると考えていたからで、ある。かつて、学校内で合宿を行うことがあり、その宿舎として、敷地内には、 ブルートレインの車両が置かれていた。現在は解体されてなくなっている。ブルトレの名前は、まさゆめ号で、1987年、国鉄より、大阪、長野間を走っていた急行、ちくま号の最高尾車両を学校が1600万円で購入したものであった。車掌室に畳を敷き、教師の宿泊室に、さらに冷暖房、水洗トイレ、 外に三大シャワー室を取り付けて使用した。中は三段ベッドで、定員は48人、ちょうど1クラス分であった。1987年に NHK や全国版の新聞でこの合宿が報道されている。ありがとうございます。